ねえ小羽ちゃん、週末って予定ある？週末？土曜は別の学校の人と約束があるけど、日曜は何もないよ。本当？じゃあ日曜日一緒にフェニックスワンダーランドに行かない？え？実はお母さんが知り合いからペアチケットもらったの。それで友達と行っておいでって言ってくれて。あ、もしかしてあんまり遊園地とか好きじゃない？え？そんなことないよ。遊園地も好きだし、フェニックスワンダーランドはすごく好き。アットホームっていうか、行くと元気になれるっていうか。最近はアトラクションも新しくなってきちゃったけど、懐かしい雰囲気も残ってて、アトラクションの他にも遊び心がいっぱい詰まってるし、キャストさんたちもとっても優しいんだよ。それから誕生日に行くと特別なサービスがあって。あ、ごめんね、ついたくさん喋っちゃってこんなに早口で喋る小羽ちゃん初めて見た。そんなにあの遊園地が好きなんだね。うん、でもちょっと子供っぽいよね。そんなことないよ。私も好きだし、大人でも好きな人いると思うし。みのりちゃん、ありがとう。せっかく行くならいろいろなアトラクションに乗りたいね。じゃあよかったらおすすめのコース考えてこようか。お父さんとたくさん行ってるから近道とかも知ってるし。うん、頼もしい。じゃあぜひお願いします。うん、頑張って考えるね。あ、でも一緒に行くの本当に私でいいの？え、どうして？みのりちゃん、憧れのアイドルだった桐谷さんと最近やっとお話できたって言ってたし、それなら桐谷さんを誘った方が。なんだ、そんなこと？あのね、お母さんからチケットをもらった時、小羽ちゃんの顔が一番に浮かんだの。え、私？うん、だから小羽ちゃんを誘いたかったの。それに高校入って最初にできた友達だしね。はるかちゃんともいつか行けたらいいなって思うけど、でも今回最初に誘うのは小羽ちゃんって決めてたから。みのりちゃん、私も高校で最初に仲良くなったのがみのりちゃんだから、誘ってもらえてすごく嬉しい。本当？うん、日曜がますます楽しみだよ。そうだ、ここは絶対に外せないっていうアトラクションってある？アトラクションとは少し違うけど、最近復活したワンダーステージは絶対に見た方がいいよ。ワンダーステージ？うん。あ、ちょっとだけ話が長くなっちゃうかもしれないんだけど。大丈夫だよ、お昼休みまだまだ時間たっぷりあるし。それでどんなステージなの？ワンダー、うん、ワンダーステージ、あのね、私たちと同じ高校生の人たちが出演してて、演出とか自分たちで全部考えてて。